分かった。あれとあれは逆にすればいいんだな。なんかちょうどいい濃さじゃない？これはなんて色なの？何番としか書いてないのか。何色とは書かれてない。メール取ってくれてありがとう。何番？ロム&の13番です。ティーバーでチャーハンの見たよ。食レポうますぎる。わー嬉しい。やったやったやった、ありがとう。みんな見てね、ティーバーであるから。オレンジでもオレンジすぎない。赤赤にちょっとオレンジ入れたらこういう色になりそうって色で、本日の企画はですね、本日の企画、今日のお昼配信でどんな配信してほしいですかっていうのを聞いたら、同期の似顔絵を描いてほしいっていうリクエストがございまして、うわそれは面白いって思ったので、これから同期の似顔絵を描いていこうと思います。だから静かになる時間とかあると思うけど、クワガタじゃないし闘牛だし、だいたいこれぐらいで描き上げようみたいなのをさ決めときたいよね。一応これショールームさんのスケッチブック着てたら楽しかったであろう。
色鉛筆で描きたい。では何色の持ってる？36色。うわーこれさ薄いわ。ちょっとから書くのかは言わないよ。だって当ててほしいんだもん。こっちは似てなくても当たると思うんだよね。色鉛筆、いや、わかんない、わかんない。色鉛筆じゃん。人の絵描くのは苦手なの。果物とかならあれだけどね。怖っ。怖い。ちょっと怖いわこれ。てか色鉛筆じゃなくてシャーペンの方がいいかもしれない。黒の部分は。
今のところまだ怖い。リアル系で描いてる、もちろん。怖いんだけど。誰だよ。誰これ。ポキが絵が下手なのがすごいわかる。絵してる。まあ多分ポキは絵か描けないんだろうなっていう。ごめん。
その子に対してのごめん。こんなブサイクじゃないもん。いや、ちょっとさ、これさ、頑張ってその子のことを書いたバージョンと、なんか2分くらいでちょちょっと可愛く感じに、可愛い感じに書いたバージョンにするわ。これだけだと言う、やだ。これだけと、これだけで、ちょっとかわいそうとかポキ下手って思われるの嫌だから、いくよ、せーの、じゃーん。見て、ほら。じゃあ次は、ゆうはごめんって、髪型でって言わない、髪型でゆうはって言わないで。じゃあさ、じゃあさ、みんなもさ、あのメンバーのさ、似顔絵描いて X にあげてよ。それ見て楽しむから、私は。誰が言ってんねんっていう人もいるかもしれんよ。
リアル系じゃなくてあれで書くとこういう感じ。なんかな、サイン入り生写真とかで皆さんの似顔絵描いたことあったけど、こういう可愛い系で描いたらこういう感じですかね。ユーハは そうだからこういう感じで描いたらダメなんだよ。こっちはいいのでしょ。じゃあはい、スクショして。これは目が大きくてちょっと切れ長で、あのね、あれをユーハのアイコンの写真を参考にした。こういうやつ、ポニーテールの。ユーハに送ってみようかな。オッケー。次はね、どうしようかな。真正面の写真が欲しいです。まずは
リアルな方。ねえ。え、ユーハから返信来たよ。ユーハも今流れてきて送ろうとした。え、上手だって。あはははこれ上手じゃないだろ、どう考えても上手じゃないだろ。え、両方送ったよ、もちろん。眉毛と髪の毛の色逆だったな、こりゃちょっと違うな、ちょっと違うと思って見てくださいね。なんか二重の線とか書き出すとさ、本当におかしなことになるんだって。もう
な企画をやったばっかりにさ、かわいそうだよ本当に。同期がかわいそうになってくる。本当にごめん、上手じゃないし全然似てないし。誰誰だよ本当に。これに関してはマジで特徴捉えてさえもないんだけど、どうしたらいいの。本当に誰ってなると思う。いきまーす。せーの、じゃーん。正解、あ、正解正解。あ、みんなみんなすごいじゃん、すごいじゃん。あ、すごいじゃんみんな。なんでゆが言うのをさ、ちゃんと糸を組んでさ。ありがとうみんな。正解正解。もつこ。ごめん。それも X に載せるんでしょ。じゃあ違う、もつこにも送るけど、一回ちょっと待って、この可愛いバージョンも送りたいから。
愛いバージョンにしとけばいい。可愛いバージョンだけに。それ面白くないじゃん。そんなん上手に描けちゃうもん。イラストテイストなんて誰でも上手に描けんだもん。できた。もつこ。ちゃんとできてるでしょ。え、マツコにも送るの？みんなに送るの？ちょ、さっきまでユーハと一緒にいたからさ、ユーハに送ったけどさ。うざすぎなんだけど。あとで一括で各メンバーに送るのもあり、ああそうね、今やんなくてもいい、配信でいっぱい書けた方がいいからね。次はどうしよっかな。こういう形だと思うな。
揃いかな。まあまあしょうがないか。こんな不揃いじゃないと思う。ゾーンって何？ゾーンだ。さっきからちゃんと書いてんだけど、さっきからゾーンに入ってんだけど。お、ちょっとちょっとちょっと成長してるわ私。あね、だんだんね、だんだん上手になってきてる。でも誰とはなると思うけど、上げてはない、ハードル上げてはないよ。下手だけど、いくよ。いい？いっせーのーせ、はい。誰だと思う？うわー、当たってないな、これ。正解はリリカです。見てよ、口刃があるでしょ、見て、ほれほら刃が。
そう、なんか上手に描けたと思ったみんなが、みんなが外してきて悔しい。この目のでかさといい、悲しいわみんな。もう簿記先生悲しいわ。いや唇もね、あのね、ちゃんとねそれぞれ違う色なんだよ。これが紅色で、これが何色だっけ、これかな、薄紅色で、これが朱色。ポキ悲しいわ。ちゃんと写真に沿って、あこういう色かもしれないっていうのを楽しい。みんながみんなと一緒にゲームしてるみたいで楽しいわ。
こだわりがあるんだけどさ、ちょっと難しい。そのこだわりをうまく書けない。いや、かわいい、かわいいバージョンの方が書きやすいんだよ、本当はね。え、ちょっとな、今までのかわいい系と違うな。ちょっとこ、あの恐怖要素が入ってってしまう。こういう感じなんだけどな、ちょっと今までと。可愛いのあれが違うか。はい、できた。見えない。ヒューは口のここがこうこうなってる。リリカの口をたくて。わかるかな、人よりさこう結構上に上がってる感じが描きたかったけどさ、難しかった。ちょっとちょっと納得いかなかったわ。次は
いや、あと30分で3人は書けない。諦めてる私。これで残り3人をちょっと雑に書くのも違うと思うし、なるほどね。え、ちょっとミスった。こうだわ。卒業メモ書きたいね。今月はそういう月にしますか。明日全部書くのも無理だしな。5月はめちゃくちゃ忙しい。いやー、この方も結構ここがこういう感じですね。こういう感じで、で、
しい、これ難しいね。え、ゆうこの子の花めっちゃ好きだわ。めっちゃ綺麗だな。え？こうやってイラスト描くとさ、羨ましいところが出てくる。できた。できました。いきまーす、せーの、はい。どうできてる？誰やねん。正解は花江です。花江です。ユハもう書いてるからこっちに。三択なんだけどね。触覚がね、触覚がこれちゃんと内側に入ってんだから、この触覚。あとね、前髪が長い。花江は全然前髪を切らない。目にかかっている。あとね、眉毛がね、一番メンバーの中でこの眉間が狭い気がするんだよねっていうところですかね。あとハイライトと涙袋の白い光を入れてみました。そうです、羨ましい話してますよ本当に。あと小顔、余分なじゃない、余白がねあんまりないですね。
盛り上がったらめっちゃ暑くなってきた。で、花絵は自撮りするときはリングライトのイメージだけど、リングライトは描けないからさ、難しい。花江さん、はい、もう一人書いて終わりかな。ねえ。いやでも夏木とルアの二択だったらわかりやすそうじゃない？どっちかだったら。
どれを、花江が配信始めた？だからもう携帯見れないよ。お腹が空いてきたぞ。シャインマスカット今日はない、食べちゃった。
ってきました。いきまーす。いっせーのーせ、はい。わかりやすい。ってさ考えたらさ、こっちルアじゃなくない？こっち花江よね。まあこれが先に出てたらこれ花江だったんだろうけどさ。これはね、今日一ありがとうございます。ですね、まず顔の余白がないで、こうなんて言ったらいいの、ここがこうシュッてなってる丸顔で、童顔と下唇の方がちょっと厚めなんですね。でチークはこの頬の余白全部に塗る感じですね。はい、以上です。あと髪の毛の量というかが3期で一番こうなんかすっきり、ユーハとかは結構毛量多めなんですけど、ルアは割とサラサラストンって感じなので、間違えた、こっちじゃない、これじゃない、できました。じゃじゃーん。
磯部です。本日の5人、書けました。おお、むっちゃんは髪の毛の色素が薄いですね。ごめんね、なっちゃん。なっちゃんとあとはリリノとハルとスモも書いて、明日かな、明後日かな、わかんないけど、し明後日かもしれないけど、はい、本日は以上です。自分の顔も描こうかな。時間の都合上ちょっと全員は無理だったけど、いい感じです。食べっ子動物組以上でございました。ありがとうございました。全体的に上手だった、嬉しい。 いやこういうのさ、なんかこうイベントとかでやったら、いやイベント参加しないけどね、参加しないけど、いつもさイベントの時どんな企画というか、この部、この枠ではこれをやりたいとか、チーク菓子作ろうとか、いろいろ企画考えてるけどさ、その時は思いつかなかった絵なんて。え、ちょっと待ってて、ちょっと窓開けるわ、暑いわ。今日ね、カラオケしようと思って、カラオケできるかと思ってさ、窓閉めたけどさ、いた、あーま、カーテン閉めるの忘れて、でお誕生日がいるよね。そうだそうだった、言ってたじゃん昨日から、明日も誕生日の人がいるって言ってたのに、ごめん、ギリギリになっちゃって。お誕生日おめでとう。何歳、なんさい、なんさい、チコちゃんのファンの方よ、嬉しいな。
51歳、おめでとう。1が好きなんだね。これかこれね、あのね、分かりやすい。ポキとお揃いにしたい人だから1って、なかなかいなかった最近、1の人、1が好きな人あんまいなかった。ポキ21歳、お揃いしたいくらいポキのことが好きなんだね。51歳おめでとうございます。素敵な一年にしてね。おめでとう。間に合ってよかったよ、言ってくれてよかった、ありがとね。言い出し、言いにくい配信だったわ確かに。ありがとう、言ってくれてありがとね、おめでとうね。それでは男女読みたいと思います。13位 JXJX さん、ありがとうございます。12位ヒロシンさん、ありがとうございます。11位レックスさん、ありがとうございます。10位マコイモさん、ありがとうございます。9位キットモエラインポキポキ木曜日さんさん、ありがとうございます。8位カジュポンさん、ありがとうございます。7位トッパキューさん、ありがとうございます。6位ヒロイチさん、ありがとうございます。5位イチタさん、ありがとうございます。4位ビールバラさん、ありがとうございます。3位ゴンちゃん、ありがとうございます。2位リエちゃんズさん、ありがとうございます。1位トマオさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ごきげんよう。バイバーイ。おやすみー。